はい、こんにちは。精神障害者 YouTuber の竹内です。今日もいただきありがとうございます。今日はですね、ずっと私もね、うつ病ということでですよね、ずっと精神安定剤をですね、飲んでいるわけなんですよね。もう精神安定剤を飲み出してですね、うつになってから、そうですね、もう18年がなりますけどね、ずっと飲み続けているわけなんですけどね、今日はね、その精神安定剤の禁断症状についてね、お伝えしたいと思いますね。まずですね、ちょっとですね、いろいろなことがありまして、仕事とかでいろいろありましてね、うつ状態になってね、最初行った病院でですね、女性の先生やったんですけどね、お薬を、精神安定剤を3種類もらいましてね、飲んで、そして飲んだんですけど、3日目ぐらいから非常にですね、効いてきましてね、本当にですね、夜寝てる時なんか何かに守られているというかね、それも今まで感じたこともないようなね、高揚感というのがありましてね、それはしばらくうつ状態だったんですけどね、非常にハイテンションになりましてね、非常に元気になってよく効いたわけなんですよね、その安定剤というのがですね。それからもですね、病院は何回も変わりましたけどね、今もパキシルという安定剤飲んでますけどね、いろいろ薬も飲みましたけどね、結局安定剤の薬というのはですね、脳からですね、ドーパミンとかセロトニンとか快楽物質ですよね、ドーパミンとかハッピーホルモンというか快楽物質を多く出すことを多く出ますのでね、それを飲んだらそれでですね、精神がね、高揚したりですね、安定したり落ち着いたり、ドーパミンとセロトニンがたくさん出るということでそうなるわけなんですよね。ですがね、怖いことにですね、麻薬と一緒ですよね、禁断症状というものがありましてね、ずっと飲んでいてですね、私もちょっとしばらくやめた時期があるんですけどね、その時はですね、とにかくですね、歩きたくてもう我慢できなくなったわけなんですよ。そして夜とかでもですね、9時から12時までずっともう近所ですよね、散歩したわけなんですよね。それとかもう一番多い時は9時から朝の6時までですよね。結局9時間もですよね、ずっと近所をね、同じような道をですね、何回も9時間ずっと歩きっぱなしで、そしてもう全然疲れなかったんですよね。その頃はもう歩きたくて仕方なくてですよね、もう1ヶ月やそこらで歩いて20キロぐらいしたわけなんですよね。それからちょっとそれでは、そしてですね、不思議なことにですね、徹夜してもですね、一晩徹夜しても最高で二晩徹夜したことがありますけどね、全然次の日元気なんですよね、仕事もできるしね、これが不思議でしたよね。でですね、またしばらく薬飲んで、また一回やめた時にまた歩きたくなりましてね、もう仕事中もですね、もう歩きたくなって、とにかくもう我慢できなくなってね、歩いたりね、家帰っても歩いたりいろいろしましたよね。そして最近ではですよね、何年か前にですよね、また薬をちょっと飲むのを忘れとって、もうその時はですね、逆にですね、もう今までは禁断症状として徹夜でも平気、何時間歩いても平気っていうか、ハイテンションになっとったんですけどね、今度はですね、ローテンションになりましてね、車の運転もですね、もう恐る恐るですよね。普通やったらですね、スピード上げてバーって走れるんですけどね、ものすごい遅いスピードで、もう後ろから車が来るたびにですね、抜かしてですね、横に避けて抜かして、ものすごい遅いスピードでですよね、でないと車を走れないぐらいですよね、本当に、おかしな感覚になってですよね、日常生活にも日常生活にもね、支障をきたしたわけなんですよね。ですのでね、ハイテンションになっても歩き回るかですよね。そして不思議なことに一晩 寝なくても二晩寝なくても全く平気、徹夜も全然平気という異常な肉体状態になるか、あるいは逆にものすごい鬱になって、車の運転もね、恐る恐るというかね、ものすごいゆっくりでないと運転できないようになったりね、そういった両極端になるというわけですよね。ですからね、精神安定剤もいいんですけどね、こういった禁断症状もね、怖いということですね。はい、今日はどうもありがとうございました。